まりました、みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズンということで、本日第2回目となっておりますということで、本日はキコーナ横須賀店さんにやってきております。前回セカンドシーズンの初回ですね、秘宝伝でかなり出せたかなと、いうことで大幅プラスでございました。まあ無茶ぶりの方もね、左手だけでやらされたんですけど、まあ、次の日そう2日後ぐらいまでめちゃめちゃ肩痛かったですからね、あれかなり負担になりました。なんか無茶ぶりっていうだからただの罰ゲームだった感じですけど、はい、まあただその左でね打ったおかげでいっぱい出せたんじゃないかなと思うんで、はい、満足でした。ということで今回もどんな無茶ぶりが来るのかは分かりませんけれども、出玉の方もいっぱい見せ場を作っていきたいと思っております。でちなみにリストをお願いします。あ、なるほどなるほど。じゃあ3、英語実践、英語 NG じゃなくて英語実践ですか、ずっと英語ですか。いや私そんなバイリンガルじゃないですよ全然全然英語そんな喋れないですけど、ちょ3きついかな、まあ、4、3、4以外で出てくれればいいかな。お願いします。あ、すごくソフトに投げた。あ、おおおおお、これはこれは2かな、2ですね、2ということで、お嬢様言葉実践いやこれもこれでちょっときついですけど、でもそもそもあんまり言葉遣い綺麗な方じゃないので大丈夫かな、できるかな。え、間違えたら何かあったりするんですか。ちょいちょいお金取っていきますよねこの番組ね私からそう、まあいいでしょう、まあ丁寧な、ご丁寧な、ご丁寧なとは言わないか、はい、ちょっと一応でもね言葉を書く仕事をしていますので、はい、じっくり考えながら喋っていきたいと思います。実践を頑張ります。ちょっと迷うわ、どうしましょう。いや口数が少なくなりますねこれいやマジどうし、あ、ま、マジどうしようかなとか。エウレカとかはねセットもかかってますもんね。エウレカにしましょうか。この台で頑張らせていただきます。はい、ということで本日はエウレカ3で頑張らせていただきたいと思います。リセットからですので、まずは KCC からスタートでございます。早いお早いこと、あらまあ、リフミッション、これでハットバスドロップダウン成功、入ってくれれば、ないですねはい、何ですか、入っていただければ、入っていただく、はい、んそうですか、そうでしょうかえ、厳しい、マジで何も喋んなくなりますよ私、あまあでももう増えていく金額にプレッシャーしかないですけどね、そうなるとお嬢様って何なんだCC でございます。出る出る、よし よし、いや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 、言う結構言いますよ、よしぐらい言いますよあ
あ、でも倍ですよ。あ、嬉しい。同感だね。あ、で、2周目ですね。到達ですわ。よしよしよし、めっちゃ言いますね私。でも7まですっ飛びました。すっ飛びましたは言わないな。そう、7まで、なんていうのもう分かんないよ。すっ飛んだすっ飛んだのもう。ん、そうだな。あら、なんだなんだ、なんでしょう。高い。あら、あ、あら、7周が熱いってことかしら。お熱いんでしょうか。あ、普通に QCC に入るだけですかね。あ、入らない。あ、うん、あ、デビルフィッシュです。あ、なるほど。いやー、さすがに当たってくれるのではないでしょうか。よし、よろしい、よろしい。7周目で頂戴いたしました。445ゲームでございます。お通しの方がですね、9000円。かわいいものですね。さらにデビルフィッシュなので AT はここはいただきたいところですね。ビッグボーナスでお願いします。はい、当てましょう。お願い、セブンチャンス。うわ、もう一回行く。いやー、ダメってこと。わー、だったらここで行きたかったですね。あ、全集中、全集中で行かせていただきます。あー、もうなんかもう、もう全部ハテナは厳しい。1個も当たらないのでは。1個当たりました。まあ、1つだけじゃ厳しいものがありますね。あ、ちょっとサラリーマン番長の2なんですけど、実は触る機会を失ってしまって1回も打ってないんです。初打ちになってしまうけれど、よろしいでしょうか。はい、それではそれでは、とっても初打ちの状態ですが、おサラリーマン番長2打っていきます。台の方は浅い世代となっております。ちなみに今おいくら万円ほど。そんなに
使ってます、私。まあもうだから勝てばいいのか、勝てばいいんすね。もう勝たなきゃいけないところで私は初打ちの台を打ってますので、まあなかなか厳しいものがあるかもしれないんだと。天井が799ゲームですので、あともうそろそろ天井を意識しなきゃいけなくなってきたかなと思います。また最大天井の799まで行くと一応ボーナス当選と、あとハンコがね、10個もらえるらしいので、ただ当たるだけではない恩恵はちょっとはあるみたいです。今770ゲームに取ってます。これが男のチャンス、これがエリートの営業会議です。テディだけど、え、復活、パンダ出てきました、いらっしゃいましたね。なんでもしかしたら据え置きでちょっと回されててっていう可能性はありますね。朝常連さんも結構据え置き多いよっていう話だったんで、まあ792ゲームで、まあでも何も引いていないし、ゾーンとしてはちょっと変なところだと思うので、まあ普通に戦場到達でいいんじゃないかなと思います。投資が、2万5000円お投資です。いきます。あ、やはり、ノルマ箱いただきましたね。赤7 BB ゲット、男気 20% からスタートなんですけど、まずノルマが3個とあと10個ももらったんで 13% おそらく最初にプラスされたのだと思います。まあ普通に轟さんでいきましょうか。大噴火じゃ、大噴火じゃ、男気を上げて上げて3回勝てばのやつです、おなじみの。ブルが引けないと。お、ナンパー、お、スパー、ありがたい。これで 50% は超えました。はい、よし、いや、なかなかいい線いけるのではないですか。お、ベルー、さあ 68%、 3番勝負、まずは1番。おお、パンダちゃん、おっとっとり
ナリング大チャンス見つけたぜ。もらった、まだまだ行くぜ。いただきました。とりあえずは1個。あ、早いな。お願い。燃えるぜ。無駄の気持ち。いいんじゃないですかね。あ、はい、沈んでます。いや、いけるでしょ。68パーあるから。やっぱりさあ、まだまだパーセンテージもアップアップ。おおおおおお、93パー。あ、5番だ。男に最終決戦、助かる。なめんじゃねえ。上野に変えられました。100年早いぜ。無事いただきラッシュ AT 獲得です。はあ、よかった。ではでは、初のいただきラッシュ、始めさせていただきます。ここは66枚で終了。初めての当たりが戦場でヒヤヒヤしましたけども、よかった、当たって。轟さんですかね。開拓じゃ。残り枚数100枚からの、スタートとなります。レア役やあとノルマのハンコでも抽選されていますが、おお、増えた。あと3つ。あとは男気ゾーンっていう広角ゾーンもありますので、そちらでも頑張れるかなと思います。残り3枚が50枚から0枚のゾーンで、必ず男気ゾーンは来るので、そこが勝負かなと。あとでもハンコ1個も欲しいな。さあ、降格です。スラッシュに入れなきゃ。お、ジレ、あ、止まった、止まりましたね。ジレチャンス。お、革命革命開始。さあ、残り5ゲーム。お、出した、やった、リーチ目。さあ、ボーナスゲットしちゃいました。そっか、でもこれでプラスになればもう丁寧な言葉遣いしなくてもいいですね。ちょっと希望が見えてきたんでもういいかな。バナナボーナスです。ちょっと鏡さんとも見てみたい。スリッパバップ。ネクストカムバックチャレンジ。あれ、残り3ゲーム。お願いします。あー、終了。まあ多分終了時、ボーナス終了時に絶対乗せてくれるやつですかね。10枚。レア役でしょうか。あ、赤い。あー、チャンス目でー、チャンス目だー。あ、やるじゃねえか。また結構、そして乗せてくれ。50枚。あ、ステージ上がりました。チャンス。
対決。そうだ。マスアップらしいもの。おっと、おっと、ダメだと思いました。さあ、チャンス目からの、あ、いただきスラッシュ。これです、これです。今回のサラバーズはスラッシュがねガツガツ揃えられるっていうね楽しみがあるんで乗せていきましょう。ようよく上乗せ。すごい、100枚でかいですね。終わらせたくない。はい、頑張りました。ジレーチャンスか。でもはい、乗せちゃえ。20枚。あっ、あー白いんだけど、あーダメだ。あっ、もう一度、よし。プラス10ゲームです。まだまだ頑張って乗せます。あ、いいですね、いいですね。よしよし。大きい、弱い、ちょっと。まだチャンス、お願い。少ない、待て待て。よし、違う、ラスト1ゲーム。あー終わっちゃったー、スラッシュ。160枚。まあでもまだまだチャンスはあります。チャンス目です。いっぱいいる。びっくりした、急に。そこ10枚ゲット、ありがとう。あー上乗せをお願い。ダメ、3ゲーム以内の引き戻しゾーンです。お願い。終わりか、終わりですか。終了、741枚でございます。ちょっとまくれるかなと思ってたんで、途中からもう気にしてませんでしたけど、全く。獲得が758枚いただきました。なんだろう、お嬢様っぽくて。だってマイナスなんだもん。前半戦終了です。お疲れ様でした。あ、もういいんですよね。もう疲れました。もうなんか思った以上にもう辛くて喋れないと思って、やっぱ柄じゃないです、終わってちょっとホッとしてます。ただ、次戦の方がですね、エウレカ3打ってサラバン2の2台実践しまして、投資が2万5000円、
で回収が758枚なのでマイナス417枚となりました。まくれるかなと思ったんですけどちょっとマイナスでしたね。え、この場合ってちょ罰金的な、もう数えきれなかったですか。あ、減算ですね。あ、なるほどなるほど。え、減算、ええそうなんですか。そっか、いやでも本当にやっぱ私言葉遣い悪いんですね、っていうのがよくわかりました。企業向けの感じの、 あの実践のやつ取ったりするんだけど、もうそれがもうはいこちらで大当たりとなりましたみたいな、そういう喋り方をするんですけど、ちょっとそれに近いものを感じました。はい、ちょっとやっぱりあの自由に喋りたいので、後半も一応なんか無茶振りが来るんですよね。ですけどなんか自由に喋れるやつがいいです。本当にお願いします。なんで今日トータルでプラスになったらいいかなと思って、はい、今マイナス417、これをなんとかまくりたいと思います。あ、大丈夫です。今日はお金、ね、いっぱいあります。あ、多分千円札が多いかもしれないんですけど、あのカバンにズボッとそのままザバッと入ってる、はい、そこからせこせこ投資したいと思います。